橋本ホビーへようこそ。植物愛好家の橋本です。よろしくお願いします。今回はこれ、確か見せてないよね。あのね、気まぐれクックの金子さんも食べてたジャボチカバというね、植物になります。気まぐれクックさんね、育てられてたと思うんですけど、多分あれは買われたのかなと思うんですけれども、自分はね、苗が見つけることができなかったので、実からね、種から育てていこうかなと思います。2022年6月12日に種まきしてます。種まきって言っても、食べた実をね、水苔にくるんだっていう感じなんですけれども、今日が7月の29日なので、まあ1ヶ月以上かかりましたね。だいたい1ヶ月ぐらいで芽が出るよって言われてたりするんですけども、やっぱりもうちょいかかるかなっていう印象ですね。中を見てみると、こんな感じ、見える、芽が出てますね。芽が出ているので、これをね、植え付けていこうかなと思います。このジャボチカバというね、植物なんですけれども、自分はね、食べたことがなくて、そういうね、話をしてたら、まあ残念ながらね、そのたくさん食べるっていうことはできなかったんだけど、一つね、分けていただいて、でその種をね、まきました。そしたら芽が出てきたのでね、植え付けていこうかなと思うんですけれども、このジャボチカバっていう植物なんですが、なんて言ったらいいかな、多肺種子っていうね、種になってまして、立花で習ったの覚えてる人いるかな？肺っていうところから、要は芽が出るんだけれど、多肺種子、肺がたくさんあるよっていう種子なので、ということは一つの種からたくさんの芽が出るというね、植物になっています。で、多肺種子のね、特徴なんですけれども、種から勢いよく出てきて、成長のいい芽というのは、親株のクローンらしいです。なので、安定してね、ジャボチカバが取れるんじゃないかなと思うんですけれども、ジャボチカバ自身がその完全なクローンになってるかみたいな、その DNA 検査してどうなるのみたいな話は知らないのでわかんないですけども、まあ一般的に多肺種子で勢いよく出てきた芽っていうのは親株の形質を継ぐというふうに言われています。なので普通ね、種まきをするとガチャになって、もう一回ね、どんな性質のものが出るか分かんないよっていうところなんですけれども、こういったね、多肺種子に関しては、まあ安定してね、同じものを育てることができるんじゃないかなというふうに思います。でジャボチカバね、普通は苗で買ってくるんですけど、継ぎ木なのかな、取り木なのか、刺し芽なのか分かりませんけれども、そういったね、苗を取って育てるっていうのが一般的ですけれども、うちの地域では売ってません。売ってないものはしょうがないので、未生からね、育てていこうかなと思います。未生から育てるとね、やっぱり時間がかかるというふうには言われていますけれども、まあ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 、しゃあないかな。でジャボチカバは自分がね、聞いた限りではなんですけれども、育て方をね、聞いてみたところ、霜に当たれなければ大丈夫ということで、冬はね、軒下に置くとか、そういった工夫をすればね、育てられるみたいです。実が取れるまではね、結構時間がかかるっていうことだったので、まあそれなりにね、時間をかけて育てていかなきゃいけないのかなっていう気はしますけれども、まあ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 、果樹なんでね、果樹一般的にどれも時間かかりますんで、まあそんなもんかなっていうところですね。じゃあ早速ね、種まきをしていきたいと思います。で、今回ね、植える鉢は、これ。4号かな ?120 なので4号のロングのスリットポットですね。やっぱり果樹っていうことでロングポットの方がいいのかなっていうところでね、4号ロングのポットをね、選んでみました。で、なんでね、もっとちっちゃいやつじゃないのっていうと、4号ロングが一番ちっちゃいんだよね、このスリットポットでいうと。確かね、ちょっと違う種類のスリットポットだと3個ぐらいまであるのかな。だけど近くのね、ホームセンターとかで売ってなくて、自分の近くで手に入れられるのは、まあこれが一番ちっちゃいスリットポットなので、これにね、植えていこうかなと思います。で乾燥をね、嫌うっていうことだったので、少しね、土を詰めてからこっちをね、ほぐすっていう作業をしようかなと思います。で、今回使う土はこんな感じ。
ちょっとねまだ濡れてるんですけど、ジャボチカバね芽が出てるのね、あの確認したのが今日だったので急いでね消毒したのでまだ湿っていますが、温度は十分に冷めています。スリットポットなので鉢底石はいりません。でまたねいつも通り再生培土なんですけれども、ジャボチカはね水切れを嫌うということだったので、みじんをね、よく取り除いてというか、みじんよりも少し大きいようなちょっとした粒、小粒というか細粒よりもちっちゃいような粒っていうのも取り除いて、その代わりボラ土を少し少なくしています。風の音強くてごめんね、時々入るかもしんない。でもう一杯、今こんな感じね、ボラ土少なめ。中をね見ていこうかなと思います。根を切らないように。あーでも根っこはすごいわ。水苔に種まきするとね、この植え替えがね若干めんどくさいかなっていう気はしますが、じっくりね時間をかけてやっていきましょう。でこの時に水苔ね完璧に取る必要はないです。根を切るぐらいだったら水苔がね残っちゃってもいいやというね、そういったね考え方も大事です。まあこんなもんでいいかな。まあどこまでやるかは本当に人次第って感じなんだけど、やりすぎ注意ね。これくらいで、で軽くトントン、根っこがね切れちゃうと嫌なのでそんなに激しくはできないですね。で土が乾いてないんでそんなにトントンしてもつまらないかなっていう気はします。そして肥料はいつもの美味しい野菜果物の肥料といきたいんだけれども、この苗まだまだね葉っぱも出てない子供です。ここに肥料を与えちゃうと、どんな植物でもそうですけども、とっても肥料焼けを起こしやすいのでここには肥料を入れません。そして自分でブレンドして肥料が入ってないっていう方、例えば赤玉土だとか焼き土だとかボラ土とかを自分でミックスされて、普通の培養土だったら元肥って入ってると思うんだけど、元肥ね、入ってない土を作っちゃったよっていう方は薄い肥料はね与えてあげてもいいと思うんですけれども、そうだな、1000倍のやつだったらまあどれぐらいだろうか、4000倍とかそれくらいでね薄くあげてあげてもいいと思うんですけれども、基本的にね種に養分がねまだまだ入っていますので、養分っていうのはね必要ないかなというふうに思います。であとねもう一つね肥料をあげない理由なんですけれども、自分はジャボチカバをねそこまで知らないのであれなんですけれども、浅く調べてみた感じではなんですけれども、ジャボチカバね肥料焼けしやすいというふうに主張されている方がいらっしゃいました。ただどこにでも書いてあったっていうわけでもないので、まあまあわかんないんですけれども、まあそういったところもあってね、まあ肥料っていうのは与えすぎると一気に枯れてしまいますけれども、足りないとね生育が悪いで、生育の感じを見て、まあ肥料がね足りないんだなっていうところがわかるので、与えすぎるぐらいだったら足りない方がリスクは低いので与えずに行こうかなと思います。まあ、今回ね再生培土ということで多少ね肥料が残っているというところもあって、このままね置いておこうかなと思います。そして、まだまだ用苗です。でも水切れに弱いとは言っても4号ロングのポットということで、ある程度土の容量があります。なのでまあ水加減はね気をつけながらやってあげるといいのかなと思います。でそうだな、この後直近の管理としては、
しばらくね屋内の、まあ、普通のねあの日当たりのいいところに置いておこうかなと思うんですけれども、うん、日当たりが悪いと徒長しちゃったりっていうこともあると思いますし、逆にいきなり屋外に出しちゃうと過酷すぎて枯れちゃうっていうこともあると思うので、まあ少しね心地のいい空間にね置いといてあげようかなというふうに思っています。でそれから、この後すぐやることなんですけれども、たっぷりと水を与えて水銀をね洗い流してあげます。今回ね振るってから消毒をしたので、まあ普段もふるいはねかけてるんだけど、そのみじんを取り除くふるいっていうのはかけてないんだけど、まあ今回ねみじんを取り除くふるいもかけた上でお湯でねかけて、まあざるでねお湯かけてますんで、それでさらにみじんはね流してますけれども、もう一度ねあのたっぷりとシャワーでねしっかりと水を与えて、みじんをね下からダージャーと洗い流してあげようかなと思っていますぐらいかな。ひとまずねこれ葉っぱが出てきてある程度育ってくれないとすることはないので、で本葉がね、まあ2枚ずつ出るのかな、わかんないですけど、2枚とか4枚とか出てきたタイミングで薄い肥料はね与えようかなと思ってます。4000倍とかそれぐらいではね与えてみようかなと思ってるんですが、まあそんなもんかな。でラベルもねしっかり貼っておきましょう。何がね植わってるかわかんなくなっちゃうといけないので、こういうのをねしっかりと書いておくと、うん、自分はねあの鉢再利用することが多いのでテープにね書いて貼っちゃいますけれども、再利用し、まあ、特にあの木なんでね数年ここにいることになると思うので、使い回さないよっていう方は直接ね書いちゃってもいいかなというふうに思います。でもしね豆な方とかはね成長記録つけたいよっていう方なんかはねペーパー貼ってここにね書いていくといいかなと思いますけれどね、まあまあそんな感じで今回はねこれぐらいにして終わりにしようかなと思います。この動画面白かった、また見たいとかね、このジャボチカは育った姿も見たいよっていう方はね、グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンのね、3点していただけるととっても嬉しいです。Twitter、インスタもね、始めてますので、気軽にね、声をかけてくれると嬉しいです。コメントの方もね、いただけると嬉しいので、気軽に書き込んでいってください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。